その酒場に行って男をあされ始める。皇帝がよ。そうだよな。オレたち、いつかやる、ピラスケ、ピチャチャ。始まりました、歴史参戦シリーズ。こうね、はい、ということで始まりましたんだけど、もう、もう今回のテーマはですね、唇ぞ唇ブチブチって噛んだだけで今回のテーマはですね、偉人たちのちょっとした趣味を紹介してもらいたいと思います。趣味ね、趣味趣味趣味、はい、まあ、たくさんあるから趣味ってあります、あります、うん、そちらの方行きたいと思います。はい、まず、ありがとうございます。はい、僕が紹介するのはですね、ピョートル大帝の、まあ、ちょっと趣味を紹介したいと思います。あ、ピョートル大帝。まあ、はいはい、昔にもちょっと紹介したの、このピョートル大帝。前、抜歯だっけ？そうそうそう、うん。歯を抜くことと、あと、外科手術。うん、あ、これが今、趣味の一つだったと。はいはい。うん、まだあると。そう、あるあるん。うん。まあ、ちょっとおさらいすると、ピョートルといえば、そのロシアを田舎っぺ国家から、まあ、ちょっとレベルアップさせた名君なのよ。うん。ランニングシャツからスーツに変わったみたいな。いや、ランニングシャツから T シャツぐらいいやでも田舎っぺ国家から強国にしたの、ある程度はね、はいはいはい、っていうかこの人がロシア帝国の初代皇帝なの、うん、で前回も紹介した通り、このピョートルってもうすぐ歯を抜きにくる、うん、もう手術もしたい、そういう初動に駆られる、そうそう、手術も見学したい、うん、もう家臣たちは震え上がったのそれで、ああああちょっと怪我したり歯が痛かったら抜きに来るから、ああピョートルが、うん、で他にも彼いろいろ趣味があるの、まあ、とにかくその技術を手にしたい、そんな趣味があるの。あ、そう、今で言うと資格を多く取る趣味みたいな。あ、なるほど、いいことじゃん。でもまあまあ言ったら、まず有名なとこで言うとね、船大工、うん、まあ、彼ね若い時にそのオランダに視察に行った時に造船所見たんだよ、うん、で俺もちょっと働きてえなっていうことでそこに就職して見習い大工として働いてる。しかもお忍びで。あ、じゃあ隠してんだ。そう、身分は一応隠してた、うん、で働いてたんだけど周りからはちょっと気づかれてた。うん、あのピョートルってでかくて、しかもちょっと噂が広がってたから、働いてるけどあいつピョートルだよなみたいな感じでバレてた。でも一生懸命働いてた、うん、でちゃんと船大工として、まあ、仕事こなしてたわけよ、はいはい、でそういった知識を生かしてロシアっていうのはそのピョートルの時代に海軍がぐっと強くなるわけ。ていうか海軍そのものを創設したのよ、このピョートルって。ロシア海軍をね、あ、内部事情も知ってるわけだから、ね、まあまあそういったことを勉強した、うん、一応ねオランダの造船技師を連れて帰った、うん、帰るときに。あ、一番優秀なやつ。あ、そうそう、そういうのもあった。現場を見てるからね。そうそう、こいついいなということで、うん、あとピョートルって趣味はそれだけじゃない。他にもね、家具を作ったり、あと鍛冶屋みたいなこともするんだよ。うん、何でもできるよ。やるやる。こっちもそのある地方の鍛冶の工場を訪れた時にちょっとやりてえなっていうことでまたやり始めるの工場に行って。アクティブだよね。そう、でその時作ったものには自分の印をつけたりとかちゃんと残ってんのよ。うん、飛び入り参加でそういったものを作ってた。すごいな。他にもですね、金属を加工する鋳造所に行った時ももう飛び入りに参加したの、うん、よろしてよろしてみたいな、はいはいはい、で自分で鉄を溶かして鍛えて、で鉄板を伸ばして、まあ、その鉄板に印をつけたりとかしてた、うん、しかもやっぱ家臣が周りにいるから家臣見てるだけじゃダメじゃん。まあ見てるだけじゃダメだ。そうだから手伝うの大貴族とか貴族たちがいいね、なんか振り回されてる感じがいいね。そうだね、本当に大貴族が石炭を運んだり火をつけたり不意語で、まあ、吹いたりとかしてたへーへーって言いながら。そうそう、みんなで和気あいあいとなんかアニメ映えしそうなキャラだね。そうだね、キャラは怖い、ピョートルは。でそれだけじゃ収まらなくて、自分の宮殿の横にその工房まで作っちゃうの。あ、いろんなもの。そうそう、日曜大工する工房を作った。すげえな。でそこでシャンデリアを作ったりとか椅子とか家具を作ったりしたの、うん、自分のねブーツまで作ってたらしいのよ。株式会社ピョートルじゃん。そうそうそう、そんな感じで今でも残ってるやつ結構ある。だから彼もうとにかくもうその技術を手にしたいのよ。もうそれが趣味なの、うん、まあ物にしたいっていうのね。そう、物作りの才能というかやっぱそういう趣味があったんだと思う、うん、そのやっぱりねピョートルってもういろんなものに興味があって、いろんなものに手を出して技術を身にしたから国家も言ったらレベルアップすることができたわけ。うん、まあ芸は身を助けるもん、それを体現してる男みたいな。まあそんな感じだよね。これはですね、ロシアのまあ偉大な皇帝ピョートルでございました。あざす、ピロスケでございます。さあ、私が紹介する趣味はですね、ドイトシツラさんの趣味でございます。おお、はい、まあ、ドイトシツラさんって方はですね、今の茨城県、うん、はい、そこの古賀藩っていうのがあって、うん、そこの大名なのよ。はい、古賀藩のね、うん、でこの人ね、もう雪の大名、あとはね雪の殿様って言われるぐらい、もう雪が雪が
もう雪が好きでしょうがないのよ、もう雪マニア、もう雪マニアなのこの人。で彼がなんで雪にハマったのかって言ったら、まあ一説では家老がね蘭学者で、でその家老に、オランダの本を見せてもらうのよ。おでそれにまあ雪が乗ってたのかわからないんだけども、そっから雪にドハマりしちゃうの。あーもう雪がもう俺の人生やみたいな。そうそうそう、まあ言ったらね雪の結晶、それが好きなの。あのなんかあの綺麗な感じのやつでしょ、もう。そうそうそう、もうとにかくそれを観察するのが好きなの、めっちゃ。はいはい、立夏のあれな。うん、だから年面はもう雪がもっと見て、もっと見てっていうことで、うん、まあ雪こう降ってくるじゃん、はい、チャンスっていうことで、なんか黒いね、布をまあ冷却して固めたやつをさってこう外に向けるわけですよ。そしたら雪がポン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 ってこうやってつくわけじゃん。はいはい、それをスッて部屋に持ってって、ピンセットで丁寧に、言ったら雪の結晶壊れないようにこうやって持ってって、それで海外から手にした顕微鏡を見てもうニヤニヤするんだよ。このフォルムがたまりませんなって感じあるの。いやマニアだね、うん、おでその観察した雪の結晶を、まあ、絵に描いてムームしてたわけですよ、トシツラは。でその集めた雪の結晶、もう調べ上げたのが86種類あって、もう全部描き上げたわけですよ、ね、そんなにあんの雪の結晶って、うん、だからトシツラはさ、この雪の魅力もっとみんなに伝えてえなっていうことで、その描き上げた絵とか、まあ、メモあるじゃんか、それを「せっかつ説」っていう本を作って、まあ言ったら出版したわけですよ。もうそこまで本出版するまで至ったんだ。そう、お前らも雪見ろ結晶すごいぞこれっつってやったわけよ。、うん、しかもこの「せっかつ説」ってあるじゃん、うん、これ日本で初めての雪についての自然学者なのよ。雪については、雪についてはすごいよ、すごい貴重な本なのよ、うん、でこれ出版するんじゃんか、うん、したらもう江戸中でね、あの雪ブームが来るんだよ。あ雪の結晶ブームが来て、はいはい、うん、一気に盛り上がるわけです、それを、うん、そしたら年取れば、これもっと魅力伝えて、もうもうワンチャンいけるんちゃうっていうことで、続せっかつ説っていう本も出版するの。ああ、より調子こいちゃったんだよ。そう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 。ああ、しかもこれに至ってはね、97種類の雪の結晶書かれてるのね。ああ、もうバージョンアップしてるよ。バージョンアップしてるのよ。で、この影響で江戸ではね、その着物に雪の結晶を書いたりとか、その唾があるじゃんか、うんうん、それに雪の模様書かれてるの。あ、じゃあ雪の模様ってもうそこから前はなかったんだ。そうそうそう、だから着物とかさ、あと古い唾とかで雪の結晶あったら、うん、これ土井としてなんか作ったと言っても過言ではない。すごいやん土井さん。うん、まあここまで聞いたら変人見えるかもなんだけど、土井としてらね、もうね、だけど、江戸幕府の老中主座だし、うん、あとはもう借金まみれの幕府を一時的に黒字に変えてる男なのよ。まあ政治力もあったと。政治力もあった、うん、うん、でその家老の影響で、雪にはまったって言ったけど、その家老も日本で初めてオランダの地図書いてきたのよ。あ、じゃあそういったまあ趣味に関してはそっちもまあいろいろ強かったと。そうそう、ハイスペックだねここ。うん、うん、それがね雪にはまりまくった、藩主土井利田さんでございました。おい、じゃあ最後こちらでございます。はい、僕が紹介するのはですね、ヘリオ・ガバルスっていう人のとんでもない趣味生活を紹介したいと思います。名前が中にくせえな、おい。まあこの人誰かというとですね、3世紀初頭頃にいたローマ帝国の皇帝さんなんだ、うん、あ、すごい人なんだ。まあすごいっちゃすごいね。うん、皇帝だもんな。うん、まあ、この人ね、まあ、その史上最悪の皇帝として、まあ、その名を残してるわけですよ。ああ、じゃあそっちの意味ですごいんだ。あ、そう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 。まあいろいろ暴君いたけど、ローマ帝国も、うん、もうこいつが一番やべえと。どんなことしたの。いや、まあちょっと紹介すると、趣味がですね、女装なん。女装。女装。うん、うん、やっぱローマって言ったら、まあ、その強いやつ、強い見た目のやつがやっぱ皇帝になってもらいたい。うん、でもこのヘリオ・ガバルスはその即位する時のお披露目みたいな時にこの人女装してきちゃった。え、まあ、女性もののなんかその羽織を着て宝飾品とかいっぱいつけてた。うん、なんか強さ全然感じられないもんね。感じられないでしょ。だからそれを見たそのローマの人たちは、あ、これローマ滅ぶわって思った。こいつはダメだってもう分かった。その瞬間に初見でそういう風に悟ってしまった。でもそれ狙いがって女装してるのは分かるじゃんか。なあ、だから一応ね、なんか生まれ育ったとこが、まあ、そういった文化もちょっとあったらしい。うん、でもそれを、まあ、置いといたとしてもちょっとやっぱ女装癖があった。やっぱりね、その時のローマの感覚から言ったらやっぱちょっと変わってるのよ。うん、うん、で一応ね結婚とかもするんだけれども、2年で4回も離婚してんの。それは女装癖が理由だったの。女装癖もあるし、他にもですね、いろいろ理由があるんだよ。うん、女装癖がエスカレートしていっちゃう。で性的にもちょっと奔放になって、男あさりが趣味になっちゃう。男だよね。ちょっとね、その気があったわけよ。ああ、はい、そっちもあったと。そうそう、いけると。その街とこに繰り出して、まあ言ったらちょっとそのでかい人いいんじゃん、巨根。はいはい、いや言っちゃったよお前。なんで隠してたんですか。そういう人たちを連れ込んで、まあそういった成就を行ったりとか、うん、これ日頃から行ってた。でもそれじゃあちょっと満足できなくなっちゃったの。うん、で次は金髪のカツラと化粧を、まあ女装して、
その酒場に行って男をあされ始める、皇帝がよそうだよな。でもそれでも物足りねえと、うん、ということで次は売春宿に行った、うん、行って売春婦たちを宮殿に連れて帰ると、その売春宿みたいなことを始めたの。もう城の中で宮殿でよ。え、どの女性がいいですかっつって。いや、これが自分自身も談笑として客を取ってたらしいの。マジか。もう皇帝がよそうだよね。しかも暴走はそれだけじゃ終わらなかった、うん、次はですね、その夜な夜な家臣とか、あと警備してる兵とかいいんじゃん、うん、そういった人たちを誘惑して、まあ、助走してね、うん、それでちょめちょめを行ったりとか。いや、もうところ構わずだなおい。そう、男あさりがね、エスカレートしていっちゃう、うん、でしまいには金髪のもうイケメンのもう美少年の奴隷がいたのよ、うんうん、う奴隷だよ。奴隷なんだけれども、ヘリオバルダスはあの人の妻になりたいということで妻になるのよ。皇帝なのに。そう、皇帝で男なのに、まあ、愛人関係になる。はいはい。でちょっと性器もちょっと歪んでたのか、うん、その美少年いるじゃん、はいはい、夫の美少年、はい、いるね、ここに。そいつに浮気現場を見せんの、うん、したら怒るじゃん、その美少年の夫が。まあね。で殴んのよ、ヘリオガバルスを、うん、殴られて超喜んでたらしい。いやいやいや、まあ、愛されてるっていうね、実感するのが良かったらしい。ちょっとメンヘラ寄りなんだ。そうだね、メンヘラなんだよね、ちょっと。でここまで聞く限りちょっともう分かるかもしれないけど、この人もうちょっとそっち寄りっていうか、そっちの人なのよ、うん、見た目は男だけど中身は女みたいな、二刀流ってわけでもなく、なくみたいな、うんうん、だからこの人性転換手術をしようとしたの。え、でも時代的に無理じゃない。いや、まあ、3世紀だから無理だよ、うん、でも一応史上初めて性転換手術をまあ挑もうとした。いや、試みたと。そうそうそう。で当時のローマで言ったら、そういった人ってやっぱ認められない。しかも皇帝だもんね。それにヘリオガバルス自体も政治をよくやってなかったから、まあ、こいつ殺そうっていう話になった、うん、で最終的に最後暗殺されて17歳でこの世を去る。はいはい。でも変人ってさ、世の中にたくさんいるけどさ、何かしら政治もできたら戦強かったらすんじゃん、うん、何もないの。何もない。ね、ちなみにあるパーティーの時に家臣をみんな呼ぶの、うん、その時に上から大量のバラを落として、それで圧死させるって遊びもしてた。いや、ろくでもねえな、本当に。なんだよ、その綺麗な足は。まあ、ちょっとね、やっぱ盛られてるとこもあるだろうけれども、やっぱ認められなかった男、それがヘリオガバルスでございました。あざす。てな感じで3戦終わりました。あざす。てな感じでね、まあ、いろいろこう趣味あるけれども、僕らも、はっきり言って今ね、趣味をちょっと YouTube で発表してるみたいなもんな。そう、垂れ流してるっていうか、ね、完全に。で最近はあれだもんね、歴史とどまらず武道まで俺紹介してるっていうね。そうだね、うん、もう完全に趣味趣味をちょっと楽しんでるみたいな感じだけれども、うんうん、まあ視聴者の人もね、これで楽しんでいただければこれ幸いかなと。そうですね、はい、ウィンウィンの関係を築きたいっていうこと。このまとめ方なんだ。はい、いいよ、はい、ということでね、またこういったの紹介しますので、うん、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますので、フォロー、そしてスーパーサンクス機能もありますので、やってくれたら嬉しいです。よいしょ。僕たちでした。ポッ。